へえ、これがコスモスの基礎理論ですか。ほうほう、ふむふむ、なかなかよく計算されとるわい。で、どうなんだよ。コスモスを直すことは可能ですか。わからん。わからんって、この持ち帰ってきたデータとジョーちゃんたちが新たに設計した筐体があれば、確かに元の形に戻すことは可能じゃ。だったら、それでもじゃ、それでもこいつには未知の部分が多すぎるんじゃよ。修理が完璧でも再起動できるかどうか。僕たちの専門分野であるエルデカイザーとは全く別のものですからね。まったくじゃ、こいつは合体どころか変形さえできんからの。おいおい、問題はそこじゃないでしょう。なんか言ったか。いえ何も。まあとりあえずやるだけはやってみるわい。こいつを好きにいじくれる機会だぞ。そうはないからの。そうですよね。主任、本当に大丈夫ですか。博士たちに任せたら輪をかけて悲惨な状況になるかも。聞こえてるぞ、このスカタン。ことメガに関しては手を抜くことなんぞせんわい。安心して任せておけ。さっさと出てけ。ラウンジで流行りのゲームを遊んでみたらどうです。少々中身をいじくってみたので楽しめると思いますよ。へえ、まあ気分転換にはいいか。主任、僕もお供しますよ。マーティ、お前はここに残るのじゃよ、助手任を。は？当たり前じゃろ。臨時助手の分際でもう仕事をサボるつもりか。さあさあ、張り切っていきましょう、アレンさん。